池尻大橋駅は、東京都世田谷区と目黒区にまたがる東急、電鉄田園都市線の駅である。世田谷区西東端の駅である。駅番号は DT02。具体的には、世田谷区池尻2丁目と池尻3丁目、目黒区大橋2丁目、東山3丁目にまたがっているが、駅の所在地は、世田谷区池尻3丁目2番となっている。 相対式ホーム2面2線を有する地下駅。トイレは一番線ホームにあり、多機能トイレを併設している。駅の出入り口は、東口、西口、南口、北口の4カ所がある。この内目黒区側の東山商店街に接する、東口と、世田谷区側の池尻方面への西口への階段が広く、西口は、無東ビルの1階に開口しており、 同ビル地下の商業施設とも階段の途中でつながっている。一方、国道246号の歩道上に開口している南口と北口の階段は狭く、歩道の寸法に余裕が少ないため地上付近でさらに狭くなっている。4カ所いずれの出入り口にもエスカレーターはない。それぞれの出入り口は改札口前のコンコースで繋がっており、 営業時間内は自由通路としても機能している。上下線各ホームと改札外の間にそれぞれ個別にエレベーターが設置されているが、既存改札内に設置するスペースが確保できず、改札外のコンコースに幅広型自動改札機を設置するとともに、柵を新設してエレベーター用の通路を確保したため、改札外のスペースが少し狭くなっている。なお、 このエレベーター専用改札には生産機が設置されていないため生産が発生する場合はインターホンで駅員を呼ぶ必要がある。また国道246号の上り線側には西口と北口の間に池尻用橋バス停留所がありそのそばに地上とコンコースを結ぶエレベーター専用出入口が設置されている。近年の一日平均条項乗車人員の推移は 下表の通りである。東急バスが大橋、池尻を経由して、渋谷駅と玉川駅や田園調布駅などの、東横線沿線、とどろ駅や二子玉川駅などの大井町線沿線、蘇士ヶ谷大倉駅や成城学園前駅などの、小田急線沿線を結んでいる。また、小田急バスは大橋、池尻を経由して、渋谷駅と成城学園前駅、調布駅を結んでいる。 このほか、渋谷や山手線内南部地域への利便性向上を図るために、数路線の高速バスが停車する。大橋、池尻大橋、池尻大橋駅、池尻を経由する系統は、以下の通りである。玉川線時代には、世田谷区、池尻町に、玉田電池尻、目黒区上目黒に、大橋、それぞれの電停があった。このほぼ中間地点に設置されたことから、 池尻大橋の名称とされた。いわゆる複合駅名であり、池尻大橋という地名あるいはその名の橋梁はない。なお、その後目黒区川の地名は、玉川通りを境に、大橋2丁目と東山3丁目に分かれている。なお、開業前の仮称は、大橋池尻駅だったが、より呼びやすくするため、また当時の東急社長、後藤昇からの、何の変哲もなく、 インパクトにかける。大きな橋をイメージする、池尻大橋の方がいいとの要請もあり、開業2ヶ月前の1977年2月23日に、現名称へ変更された経緯がある。ありがとうございます。